皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲーム、ディスガイア RPG、 ついに待ちに待ったハロウィン登場です。ハロウィンイベント、そしてハロウィンガチャがディスガイアにやってきました。ということで今回はハロウィンイベントについて、そしてハロウィンガチャについて、そしてガチャ30連やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ早速見ていきたいと思いますが、今回ハロウィンガチャめちゃくちゃ強いです。マジで強いです。そちらも紹介していこうと思います。しかしまずイベントです。ゾンビパニックハロウィンということで、魔界にもハロウィンの季節がやってきた。お手軽の衣装でハロウィンパーティー会場を訪れたアルティナはそこでウサリアと出会う。二人がお互いの衣装について楽しくおしゃべりをしていたその時、アルティナは不気味な声を耳にするということで、上にはマジョリタ、アルティナ、ラハールが来ています。今回のイベントで手に入るガチャのキャラクターはこちらです。ハロウィンラハール、ゾンビのラハールですよね。こちらが今回手に入るキャラクターになっています。なんか右腕の手のひらのところから風の傷って言ってなんかやりそうです。ネタがわからない方はぜひ検索してみてください。風の傷じゃなかった、普通に間違えた。風の傷は違うわあれ鉄災画の技だった、ごめんなさい。風の傷じゃないですね。吸収する方ですね。奉仕様ですね。奉仕様、そっちということで間違えました。ということで、じゃあ早速やっていこうと思います。まずハロウィンラハールについて最初に説明をさせていただこうと思います。ハロウィンラハール、こちらです。今まだレベル1なんですけれども、まず技ですね。覚える技が極炎フィンガーということで、まず極炎フィンガー、今覚えてる技こちらになりますね。全体の威力 G 技も覚えています。その他にも技は覚えるんですけれども、マビリティをね先に見ていこうかなと思います。マビリティ、トリックハロウィン、パーティーの消費 SP がマイナス 5%、そしてサブ、魔王の競争、戦闘開始時パーティーのアタック RS プラス 14%、 これが3ターン。アイアンハンド、パーティーの拳武器装備キャラが与えるダメージがプラス 15%。 リベンジテラー、攻撃を受けた時自分のアタックディフェンスがプラス 20%、 これが1ターンです。魔改造です。固有技ブラッディフルムーン、威力 S の単体技、そしてディフェンスをプラス 30% ということで、とりあえずですね、持っているものなんですけれども、なんというのかな、とりあえずはスピードを見てみましょうか。こちらスピードは48ということなので、めちゃくちゃ遅いです。こんな遅いの大丈夫っていう感じぐらい遅いですが、全体技を使えるということと、威力 S の単体技を持っているということになりますので、かなり基本的なスペックを持っているアタッカーという風になるのかなと思います。そしてイベントでは初めてラハールがこういう風にイベント報酬で登場しましたということで、やった、祝ラハールおめでとうっていう感じになっています。ただ見てもらったら分かる通り、 INT イントがめちゃくちゃ低いというのがこれ特徴です。通常のラハールとスペータス自体はあんまり変わっていないんですけども、マビリティはかなり強いです。しかしアタッカー性能に関しては本家の方が強いという、そこは仕方ないよね、ガチャさんとイベントさんの違いということになっています。魔法なんですけれども、クールダウン、レジストブレイク、シールドという風になっています。スピードも遅いですし、ちょっと技自体もちょっとバフとしても微妙だしな、デバフとしてもちょっとなっていう感じの能力値になっています。唯一というか強い点を挙げるっていうのが、このマビリティ、アイアンハンドですよね。拳武器装備キャラが与えるダメージプラス 15% ということですので、これはですね、実際拳武器のパーティーとしてのマビリティ要因として使うのが一番じゃないのかなというふうに思っています。大体
イベント報酬で5体手に入れて、あとアデルの猛特訓で魔改造プラス5まで上げる、そしてマビリティ要因に一緒にくっつけていくっていうのが、まあ使い方としてはいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあそれが一番かな。アタッカー性能はそんなに高くないです。まあ威力 S 技を持ってますので、ボス戦でもそれなりに使えますし、全体技も使えます。ただスピードが遅いので、やはりこのハロウィンラハールにたどり着く前に、まあ雑魚敵だったらもう殲滅されている、ボス戦だったらまあなんとか戦えるかなというふうに感じだと思っていただければいいかなというふうに思っています。まあ魔改造プラス7まで上げる意味があるかということなんですが、攻撃を受けた際というのはちょっと使いづらいなということがあります。なんでスピード調整をして、明らかにハロウィンラファールがダメージを受ける状況を作らないと、この能力は1ターン目から使うことはできませんので、かなり使いづらいかなというふうに思います。まあどうしてもハロウィンラファールが大好きっていう人は、ぜひ魔改造プリミーを使ってガンガン育てて、ぜひあなただけのハロウィンラファールを作り上げていただけたらというふうに思っています。ちなみに先ほどイベント報酬と言いましたが、今までのイベント同様にポイントを稼いで稼いで交換でハロウィンラハールを手に入れることができます。ハロウィンラハールでもちろん追加のポイント、まあ特攻キャラクターでもありますので、ぜひぜひ使ってみてください。まああとこのマビリティ、パーティーの消費 SP マイナス 5% というのも結構使いやすくはあります。まあ、マイナス 5% なんでそんなに SP が減ることはないんですが、中にはこの SP マイナス 5% というので3回打てるようになるキャラクターもいますので、そういうのと編成で合わせて使うのもありだなと個人的には思っています。ということで、まずハロウィンラハールについて説明をさせていただきました。では次行きたいと思います。ここからがめちゃくちゃ強いキャラクター2人について召喚させていただきます。まあその前のね、こちらボイドダークももちろん強かったですが、今回ボイドダークを超えるさらなる強さということで、こちらを紹介していきたいと思います。まずハロウィンマジョリタですね。ハロウィンマジョリタ、まあクラスパニックメーカーということで、もうこれ RPG のディスガイ RPG の特別キャラクターというふうにオリジナルキャラクターとなっています。ステータスなんですけれども、スピードは53とちょっと遅めなんですが、イントは68ということで、ピュアシシリーとかニズギデスクをさらに上回る数値、めちゃくちゃ高い、まあ、トップですよね。イントがもうトップということで、めちゃくちゃ高いナンバーワン誇っています。マビリティです。ビッチワンド、パーティーの杖武器装備キャラのイントがプラス 18%。 テラーアテンション、ターン開始時杖魔法武器装備キャラの SP がプラス7。自分が杖武器装備時与える全てのダメージがプラス 45%。 攻撃を受けた時自分のイントがスピードがプラス 30%。 これが1ターン。技です。パンプキンヘッド、威力 E の単体技。パンプキンバースト、威力 G プラスの全体技。ドアズレ効果がパンプキンヘッド、そして連発禁止技なのがパンプキンバーストとなっています。魔法です。スター系とマジックアップを使いこなす。魔改造です。ハッピーハロウィン、威力 S の単体。残体力が少ないほどさらに威力がアップしますというようなものになっています。まあ連発禁止なんですが、一応全体技を持っているというのはいいですよね。そして魔改造プラス1が強い、このマビリティですね。 SP プラス7っていうのはかなり強いです。そして杖武器装備時の与えるダメージプラス 45% も強いです。これは先ほどイントのことは言いましたが、マジックアップも使えますし、全体技単体力 S 技を持っているということで、まあ一番近いキャラクター性能は何ですかと言いますと、やはりピュアシシリーが出てくるのかなと思います。イントも高いので、ピュアシシリーに似た性能、似た使い方を使えるというふうになっています。この高いイント、イント68に合わせて、この自分が杖装備値のダメージアップ、この魔改造と合わせればめちゃくちゃ強力なイントアタッカーとして活躍できるようになります。まあ魔改造5までしなかったとしても、マビリティ、そして SP のブースト、補助魔法、これもありますので、かなりサポートキャラとしてもめちゃくちゃ強いです。
もちろんアタッカーとして使う場合は魔改造後は推奨のキャラクターとなっています。まあ、ただね、パンプキンバーストが連発禁止技なんですよね。このパンプキンバーストが連発禁止技というのがちょっと周回という点においてはハロウィンマジョリタが若干使いづらいのかなというふうに思っています。まあ、周回で使う場合なんですけど、まあ、杖のレベル15でメガスターを覚えるんですよ。このメガスターと一緒に使うべきなのかなというふうに思っています。パンプキンバーストとメガスターがレベル13以上になった場合って消費 SP がマイナス3になりますので、例えばパンプキンブースト打つ、メガスター打つ、パンプキンブースト打つということが3ターンでできるようになります。でもこれね、結構運が絡むんですよ。なぜかと言いますと、 SP の運用状況的にパンプキンバーストから入る場合は SP が足りるんですが、メガスターから入った場合は SP が枯渇してしまうというふうになるんですよね。じゃあどうすんのって話なんですが、一応多分まだちょっと運用してないんですけど、ハロウィンラファールと一緒に組ませて SP マイナス 5% というふうにやれば運用はどっちに転んでもできるんじゃないのかなと思います。ちょっと検証が必要ですが、そうまでして使うことあるのかなと思います。まあ別にハロウィンラファールに限らずなんですが、 SP ブーストまたは消費 SP 減少のマビリティを他のキャラクターですよね、組み合わせることによってメガスターから入った場合でも使いこなせるようになりますが、結局オートの場合だと、まあ通常攻撃も入ってきますので運になりますので、それだったら結局自分でやっても変わらないよねというふうになります。ただこの持ち前のインと、そして効果力超強いということで、ハロウィンマジョリタは従来のマジョリタと違ってまた違った性能を持っているということで、お前こそアタッカーナンバーワンだということですね。すごいやつだよ、お前がナンバーワンなんですね。これがハロウィンマジョリタです。では次、ハロウィンアルティナ、ハロウィンアルティナいきます。ステータス見ましょう。スピードは55ってことで、まあ普通な値ですね。ハロウィンマジョリタよりも速いです。そしてアタック60、RS60 っていうことで、両方60ってことで、まあ割と高めな数値を誇っています。ラビリティです。ハロウィンブースト、人型のアタックプラス 16%、 マジカルトリート、ターン開始時おのぶき装備キャラの SP プラス10、アックストリック、ターン開始時アタックバフ効果を受けている場合自分が与えるダメージプラス 50%、 ナイトオブテラー、ターン開始時最もアタックが高い敵キャラのアタックマイナス 15%、 これが2ターン続きます。ハロウィンパーティー回復ですね、全体です。回復症にスピードプラス 3%、 技術コールゴースト、威力 G プラスの全体技ですね。敵バフ効果を意味します。魔改造トリックオアダイ、威力 S の単体技ディフェンススピードがマイナス 10% となっています。まあ、アタックバフを受けている場合自分が与えるダメージプラス 50%、 これがありますので、まあ斧なのに攻撃力はまあそこそこっていうのが特徴なんですが、逆に斧なのに回復もできる、そして斧なのにスピードもまあ普通ぐらいというのが最大の特徴になっています。なので、まあ、念願ですよね。ターン開始時斧装備キャラプラスの SP プラス10、これが魔改造1で装備できるっていうのはめちゃくちゃ強いです。もう斧パーティーを救う救世主といっても過言ではないこのマビリティを引っ提げて登場しました。 SP ブースト役としてあるこのハロウィンアルティナがあるだけで斧パーティーはめちゃくちゃ安定すると思います。まあ周回性は高いんですが、やはりそのアタックバフを受けた場合の効果力アップですので、最大火力を出すために他キャラクターにしっかりとバフをかけてもらう必要があります。まあ、ですので二次群青得意斧じゃないですか、全体アタックをバフを持っている二次群青、この二次群青がいると最良のパートナーとして編成するとハロウィンアルティナの進化が発揮できるものとなっています。やっぱ強いのは斧装備キャラの SP プラス10ですが、
まあ、回復もできるということで、アタッカーもこなしつつなおかつ回復もこなせるというのがかなり強いです。まずこっち見てませんでした、ごめんなさい。麻痺、アーマーブレイク、エスポワール、メガアーマーブレイク、魔封じ、メガ麻痺ということで、まあ、一通りの妨害系の技、そして状態上回復の魔法も持っていますので、やはりサポートとしてもアタッカーとしてもできるというのがめちゃくちゃ強いです。まあ、奇術コールゴーストは敵バフ効果の微減がありますので、バフを使ってくる敵のステージでめちゃくちゃ重宝します。もちろんオノパーティーで使う場合は魔改造プラス5までを上げる必要があります。まあ、メインマビリティの人型のアタックプラス 16% も一緒に備えることによって、これだけでオノパーティー、人型オノパーティーが超強くなります。ただね、オノって結構スピードが遅いキャラクターが多いじゃないですか。あと全体攻撃持ってないっていうのが多いので、まあ、二次群青ないし、ハロウィンアルティナないしっていうことで、それらのオノの欠点を克服したキャラクターが出てきたというのが今回の特徴です。それも相まってオノキャラの中でもめちゃくちゃ強い位置に位置していると私は思っています。ハロウィンアルティナについては以上です。ということで3キャラについて説明させていただきました。早速なんですが、ガチャ行こうと思います。30連いきます。もちろん狙いは、私は2パーティーが好きなので、ハロウィンマジョリタを狙いたいです。もちろんハロウィンアルティナも欲しい。というわけでいきます。まず10連目。よし、確定。まず確定きましたね。さあ、ハロウィンマジョリタ来い。頼むよ。来てくれよ。頑張ります。頑張ります。マーク2。お、魔装族。よろしくにゃ。よろしくにゃ。ご一緒します。お、天使兵いいですね。最初から決まっていたことさ。イケボさん、さあここ大事。マジ大事。あんたも悪さ。普通のラズベリルか。よろしく。ラズベリル好きだけど。最初から決まっていたことさ。ラズベリルか。まあ可愛いからオッケーかい。もちろん他の2人が欲しかった。まあ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 、ラズベリルもいいでしょう。星4だし。まだまだ。ただ星4の運、俺ここで使ってしまった感があるな。星3一体でしょう。大丈夫かな。いける？最初から決まっていたことさ。最初から決まっていたことさ。イケボだらけじゃん。ゾンビさん、うん、お、かわいい、かわいい猫娘、よろしくね。最初から決まっていけも多すぎん、ちょっと何ここ、かぼちゃの生産地かい、何まさかのかぼちゃの生産地だった。僕頑張ります。20連目は大爆死。さあ最後頼む、お願い頼む、かうーわーマジかー、マジか、エース飛ばそうもん。クマ。ピクシー、よろしく。頑張ります。頑張るっす。うわー。唯一の30連して星41個で、なおかつその星4がラズベリルときましたか。いやー、きついね。うわー、これは爆死といっても過言ではないだろうか。いや、爆死したー。うわぁ、やっちったね。まあまあまあ仕方ないでしょう。もともとガチャ運がないのが俺の悲しいところでもあるので、最後。最初から決まっていたことさ。ちょっとパンプキン多すぎん？イケボだけどさ、多すぎません？ということで、今回のガチャ30連ネコリンは爆死でした。いやぁ、厳しいね。皆様はいかがでしたでしょうか？もちろんハロウィンアルティナ、ハロウィンマジョリタ。ゲットした人多いと思います。まあ皆さんね、ぜひ使ってみてその強さを体感してみてください。私は体感できませんでした。もうちょっと石を貯めてリベンジします。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。
それでは皆さん、さようなら。まったねー。長くなっちゃった。